こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。
点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。出てきたな。こいつ強えな。ギアセカンド混合のジェットバズーカ。なかなかやるわよ。任せて。サンダーチャージ。ウィングアーム。オチエントフルール。クロトラマーゴ。粋なことするじゃねえか。ゴムゴムのジェットピストル。サンダーランス剣法。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルール、クロトラマーゴ。ショック。私の仲間があなたに負けるはずないでしょ。この力があれば大事なもんだって守れる。必要な力なら残らず手にするわ。俺強くなった気がする。でももっと強くなるんだ。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるな。さて、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。
おい、それ俺の帽子。なんだ、体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。なんだ。離れろルフィ、そのデカブツまだ生きてるぞ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が重いだと。みんな下がってろ、俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね、私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。いけるか。待ちなさい。へい。これは一筋縄ではいかなそうね。そこまで行くわよ。下がれ。攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あいつはこの島の守り神。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。
ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没しこの島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の物物だ。だがな、偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアリオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会った。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。
しっしっしっさあ、飯だ。この肉、全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。あら、ここ風が気持ちいいわね。2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだな。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。
うわ、絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。ちょっと邪魔よ。油断してる。今のうちに逃げるのもありね。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺の仲間に手出すな。このおっさん、サンジ、メジ、そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。威勢が良さそうね。くらえ！レディーが待ってるっていうのに。待ってろ！オラ！俺のこの足はレディーを守るためにあるんだ。力が戻ってきた。このキャプテンウソップに不可能などない。これが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。
よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがある。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い、前にどこかで。いかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。から抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。うわあ、橋が壊れた。
戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろマリモ。余計道に迷っちまうだろうが。ええ、喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな、こんな奴らに負けてられっか。あんたたちお金持ってるの？覚悟しろよ。そこだ。俺は諦めが悪いんだ。まだなってねえの。粋なことするじゃねえか。そこまで。まずいわね、まったく。やってやろうじゃない。まとめて下ろしてやるか。てなこの野郎、反撃開始だ。行くわよ。よし、かかってこい。黙らせてあげるわ。こうかしら。さあ、ガツンとかますわよ。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。さすがサンジね、ありがとう。俺、できる男ですから。その程度だ。俺が相手だ。くらえ。まだ曲がってねえの。効かねえな。
やない。覚悟しろよ。邪魔だ。私たちは進まなくちゃいけない。そこまで。ロビンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。まずいわね。さてと、次はどいつだ。くらえ。おい、腹減ったぞサンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。マリモのやつには負けねえ。やった。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。技のキレが戻ってきたか。モーガンさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸し。島に近く。ね、黙って闘病に監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ。食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ。急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。伸びるな。危険な天候
用にご注意ください。さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。レディーが待ってるっていうのに、ま、今行く。これでどうだ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。俺はまだまだ強くなる。力が戻ってきたみてえだ。やったー。必要な力なら残らず手にするわ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。目指すは世界一の大剣豪だ。レディーには指一本触れさせぬ。気をつけて、ルフィ。わかった。ナミも油断するな。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのバズーカ。やったな。新しい客か。聞かねえな。え、あたし。いくわよ、サイクロンテンポ。その程度だ。さて、どうしましょうか。トレインタフルール。メシー。
おっとっと。いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。レディーが待ってるっていうのに、まっったく野暮な奴らだぜ。バースコート。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリング。天候の変化にご注意ください。いくわよ、サイクロンテンポ。ダメな。私の番ね。トレインタフルール。さあ、やるわよ。いくわよ、サイクロンテンポ。残念でした。私は見た目ほどか弱くないのよ。俺はまだまだ強くなる。海の一流国は技も冴えてこそだ。成長を実感できるほど強くなれたのね。ようやく感覚が戻ってきたぜ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。目指すは世界一の大剣豪だ。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとうって言ってたぞ。